どうも皆さんこんにちは、 VSC のマサでございます。本日珍しく3本目の動画でございますが、いよいよですね、3本も撮って何するのって感じだと思いますけども、いよいよ入ってきたんで軽く紹介したいなと思っております。まあ、詳しい動画はですね、もうすでにメーカーさんも上げてますし、写真も検索すれば腐るほど出てくるっていうので、まああえてですね、実際後々今度私が個人的にキャンプ行った時とか、バイクで走ったりした時とかですね、動画撮って改めてちょっと出したいなと思うんですけど、今回はちょっと入荷しましたのお知らせですねをしたいと思います。何かと言いますとですね、これは私の私物ですけど、これです。イーノのハンモック、イーグルネストですね。ハンモックダブルネストって書いてありますけどね、ドゥーヤです。これこんだけ小さくなるんですけど、これパチンとしてですね、広げるとこの中にハンモックが、私が買ったのはこのタイダイ柄ですね、なんですけど、このハンモック出してやると、実はこの袋がもうハンモックにつながっててですね、ポケットになると。で、ハンモックを丸めてって、最終的にこの中にまた入れて、ケースになるという構造でございます。で、なんでこのEーノがいいのかっていうとですね、私は、まあ、この間の動画でも言ったんですけど、DD のハンモック。まあ、ハンモックだと今じゃもう DD が一番、まあ、YouTube のおかげですけどね、DD が一番有名かなと思いますけど、DD がですね、大体1万1000円、2000円ぐらいだったんですかね。で、カヤがついてるということで、ただあのベルトじゃなくてサスペンション、ハンモックを支える紐の部分ですね。が結構ストックの状態だとそこまで丈夫なやつじゃなくて、いいやつつけようと思うとトータルで3万超えるみたいな感じになってくるんですけど、まあ、DD は DD で当然いい商品なんですけど、なぜ私がいいのものが好きかと言いますとですね、基本的に全部別々なんですね。例えばこのハンモックの中にはですね、そのサスペンション、このハンモックを木に縛り付ける部分が入ってません。で、それどれかっていうと、これはサスペンションはサスペンションで別にあります。これが一番スタンダードなサイズで、まあ、Eのラインナップの中では一番スタンダードなサスペンションになりますけど、まあ、ベルトタイプでですね、木に巻きつけてやって輪っかの中に紐を通してですね、そしたら輪っかがたくさんあるので、カラビナ引っ掛ける位置でハンモックの高さを変えると。椅子として使いたければ緩めに貼ってやって、がっつり浮かして寝たい場合はちょっと高めにセットしておくというのが、もうカラビナセットするだけなんで、まあ、女の人でもですね、非常に簡単にセッティングできるのと、あとまあ、この間の動画でも言いましたけど、こういうですね、これまあ、タイダイ柄なんですけど、まあ、色のバリエーションが非常に多いので、結構 DD はですね、カーキとか黒とか、オレンジ、ネイビーとか、まあ、いわゆる軍物っぽいカラー、まあ、それはそれで非常にかっこいいんですけどね。ただ、私はですね、まあ、個人的にキャンプが好きで、よくバイクでキャンプ道具積んでですね、行くんですけど、テントもですね、MSR っていう赤いテントを使ってたりとか、まあ、当然、まあ、これも完全に好みなんですよね。まあ、山に溶け込みたいから、もう明日からみたいな人も当然いますけど、私は真逆で、テント張るならテント張ってますっていうのを満喫したい、その、なんていうんですかね、テントの存在もこう満喫したいというか、いう派なので、まあ、目立ったというか、色の方が、好みなんですけど、まあ当然バリエーションの中には非常にシックな色もあったり、カーキだったりとかタンですよねっていう色もあったりしますけど、まずその色のバリエーションが多いっていうのが一つ、あとはもうこんだけコンパクトになるっていうのが一つ、あとはその DD のように全部がセットになってるもんだと、どれか一個壊れた時に全部買い直さなきゃいけない。例えば蚊帳がついてるっていうのはいいんですけど、蚊帳壊れちゃったら本体自体も買い直さなきゃいけないんですよねっていうのが非常に嫌なので、このEーノもですね、蚊帳は蚊帳であるんですね。なんで、蚊帳が欲しい方は蚊帳も別に買ってもらえれば付けられるんで一緒に使えると。で、逆に言うと、そのハンモックの上にタープ貼りたければタープもEーノで売ってるんで、それを使ってもらえれば雨降っても大丈夫なハンモックができるということになるわけでございます。なので、単品売りの強さっていうのはですね、どれか1個が壊れてもその部品だけこう買い足せばですね、また使えるようになるというところと、あと組み合わせによってですね、色の気分変えたりとかっていうこともできますし、で、サスペンションに関してもですね、これ、まあ、スタンダードなサスペンションって言ったんですけど、このサイズが一番、まあ、このEーノってブランドの中ではイーグルネストでは非常に、ベーシックなサイズなんですけど、新しいタイプでこういうもっとコンパクトな紐タイプもあります。これはですね、実はロープの中にロープが通ってて、こうなっててですね、昔知らないですかね、こうなんかこうバネみたいな繊維をこう編み込んだ輪っかみたいな、ゴムホース、ゴムじゃない、布のホースみたいな、ビニールのホースみたいなやつで、指入れてギュッて引っ張ると抜けないみたいな、こう引っ張ることによって繊維の編んであるのがこう締まってですね、指が抜けなくなるみたいなおもちゃが昔あったんですけど、その構造でロープの中をロープが通っててですね、引っ張られると逆にここですあのスタックして紐が抜けなくなるっていう構造を採用しているサスペンションがこれでですね、これはまたちょっとこっちよりもコンパクトな分ちょっと高いんですけど、でさらにこれよりコンパクトなやつが本当はこれのスタンダードなんですけど、それがちょっとメーカーに在庫がなくてですね、
これ XL って書いてますけど、ヘリオスでサスペンションの長い方、太い木に巻きつけるとか、木と木の間隔が広いとかっていう時に使う、方になりますけど、それでもこのぐらい大きさが違うという感じですね。でこれはですね、サブっていう非常に小さい、タイプの、これはダブルネストって一般的なこう2人寝れるぐらいの大きさで、ゆったり、ハンモック満喫できます系の大きさなんですけど、もう持ち運びと軽さを最優先したいっていう人のためにですね、約これの半分ぐらいの厚さになっているサブっていうシリーズがあるんですけど、それに非常にマッチする、サスペンションになります。でサブとあとスーパーサブっていうのがですね、同じコンセプトで薄い生地使ってるんですけど、それはこっちのダブルネストと同じワイドサイズになってる。ただこの生地よりも若干コンパクトになるという、なので、普通のこのダブルネストとですね、サブ、スーパーサブと3タイプ、うちには入荷してます。なので、普通のダブルネストにはこっちの標準的なベルトを使ってもらって、サブとスーパーサブを買う方には、こっちを使ってもらうと。でこれのコンパクトな普通のスタンダードな方の長さのやつも、メーカーに入ればですね、うちにまたすぐ入ってきますんで、それ待ってもいいですし、で長いってことはまあ大は小を兼ねるじゃないですけど、長すぎたら木に何週か巻きつけてやって引っ張ればいいだけの話なんでですね、調整はいくらでもできますんで、これそのまま買って使っていただいても全然 OK です。こっちはですね、カラビナを使わないんで、なんつったらダッフルコートのここの部分、わかりますかね、ダッフルコートのここの部分の構造です。こう棒を突っ込んで、棒が横で回転してこう引っかかる、非常にシンプルなんですけど、強度的にはもう180キロ以上耐えられるということで、非常に優れたサスペンションになってますので、これと合わせてサブ、スーパーサブを使ってもらってもいいと思います。でですね、この生地はですね、実はパラシュートの生地を使ってまして、非常に丈夫です。なんでこんなにちっちゃくしてもですね、広げるとものすごい強度あるので、この間の動画でも言いましたけど、私が乗ってゆっさゆっさやったり、うちのなんかチビがもうガンガン揺らしても全くヘでもないというぐらい丈夫なもので、長く使ってもらえると思いますし、あとはもうこっちのスタンダードなサスペンション使ってもですね、もっと長い方がいいなっていう方は、この同じスタンダードなサスペンションの XL っていう、ちょっと大きいですけどね、長いやつもあります。ただこのスタンダードのやつ買ったんだけど、後々長いの欲しくなったなって方はですね、こちらのエクステンションもあります。これを買えばこれを延長することができる、まあ、そういうですね、パーツの付け替えなんかも楽しむことができるっていうのも、ちょっとハンモックとか、まあ、キャンプグッズ全般的にそうですけどね、楽しいところだと思います。であとはですね、私が思うにこれがあればよりエンジョイできるだろうということで、同じいいのがラインナップしてるんですね。こちらも入荷しました。これはですね、何だと思いますか。まあ簡単ですね、枕です。枕なんですけど、私ももうキャンプ好きなので、基本的にソロツーリングキャンプにはもう腐るほど行っててですね、いろんなこういう携帯用枕使ってきたんですけど、これもこの段階でものすごい柔らかくて気持ちいいんですよね。でこれをゴム外してやって、スカッと広げて、この途中クリッと回してやると勝手に空気を吸ってですね、足りない場合は吹き込んで、そうするともうすぐ出ると。グレーとブルーが活かしてますけど、これ私車にも1個積んでます。車中泊に使うように積んでありますけど、最高の枕です。なのでキャンプが好きで、もうすでに枕持ってるけど、なんか他にいいのないかなっていう方はですね、ぜひ使ってみていただきたいおすすめですいう枕もありますし、あとはこれです。これカッパじゃないんですよ皆さん。これ何だと思いますか。これはですね、ハンモックと一緒に吊るすことができる、広げるとこうなりますけど、これもこのイーノのハンモックと同じくですね、広げるとこの袋がポケットになるという構造なんですけど、広げるとこうなります。よいしょ。それはこれ裏側ですね。裏側で表側がこうです。でここにフックがついているので、ハンモック紐に引っ掛けられるということですね。でこの真ん中に大きいポケットがついてて、まあなんか何でもいいですけど入れとけると。でここ見てください。こんなのこれチューブ入れろって言ってるようなもんじゃないですかこれ。でここにジュース2本、60ミリジュース2本ですよね。これをぶら下げのですね、寝転がって、ここは小銭ですね、小銭入れて、ちょっとコーヒー買いに行く時の砂利線ここに入れておいてもらってですね、完璧じゃないですか。これをぶら下げの横になってですね、がっつりベープを空に向かって吐いていただいて、普段のストレスも一緒に吹き飛ばしていただければと思っておる次第でございます。ということで、今回はちょっと浮かれたカラーがうちの場合は入荷に関しては多いんですけど、まあいいのに関しては基本的には、シックなものっていうよりは軍物っぽいっていうのよりはカラフルでポップなものが多いので、結構ですね、女の人ハンモック好きなんですよね。
でキャンプ用品屋さんなんかも私もよく行きますけど、大体家族連れとかでもですね、あの普通のこうスタンドついてる家で建てられるようなハンモックありますよね。ああいうの試してるのって大体子供か奥さんみたいなイメージありますけど、まあ、うちのも非常に気に入ってて1個買えないよぐらいの感じだったんでですね、大蔵省の許しも得やすいかと思いますんで、ぜひワンセットハンモックを買っていただいて、でそうですね、まあ、コンパクトだっていうのは DD ぐらい、まあ、このぐらいのパックになると、例えば旅行行くにしろキャンプ行くにしろ、まあ、ツーリングもそうですけど、ハンモックやり行こうぜっていうですね、支度をしなきゃいけないですね。ハンモックやりに行くっていう、心構えで行かなきゃいけないっていうのがあります。まあ、でかいんで、イコールですね、当然行った先に木があるっていうのを確認してなきゃいけないっていうのがありますけど、基本的に私も乗り的にもですね、よくバイクでキャンプ行くっていうので、キャリアまでつけちゃってですね、あの2台バイクに2台つけちゃって、がっつりあのホームセンターの箱乗せてですね、よくハーレーとかでも夏場高速走ってると見たことあると思いますけど、がっつりこうキャリアに箱積んでキャンプ道具にいっぱい入れて、こんなの積んでこう走ってる人いますけど、私あれ大嫌いなんですね。非常に格好悪いと思います。私はもうバイクが好きなので、キャンプが好きでバイク乗ってるわけじゃないしですね、あんな荷物持ってきたいんだったら車乗りゃいいじゃんって思っちゃうんですね。なのでとにかくバイクで俺は走りたいんだと、で仲間と一緒に走って疲れたらどっかで寝れるようにテントだけ持っていこうぜっていうキャンプが私はベストなので、このハンモックに関してもですね、その自分のパックの中に1個入れといて、いい木があったらそこで休めばいいじゃんっていうノリの使い方ができるっていうのがですね、私がこのいいのが好きな理由ですので、ぜひですね、どっか行くって時に、まあ、ハンモック貼れる場所だったら貼ろうかなっていうのを入れといていただければ、最高の旅になるんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひぜひ。この間も動画でも言いましたけど、まあ、水害の時にも重宝しますし、なんかちょっと休憩したいなって時にも重宝すると思いますし、現場仕事とかですね、あとやましいこととか、あと庭に当然貼ることもできますしね、非常に用途は多いものだと思いますので、今まで乗ったことがない方はですね、ぜひこれを機にチャレンジしてみていただければと、 VOD にチャレンジしてみていただければと思います。ではですね、貼る時にはちょっと個人的にも動画回してまた皆さんに紹介できればと思いますので、ぜひぜひ今後 VOD プロジェクト、ベーピングオンハンモックを、ベーピングオンドゥヨンを、ぜひよろしくお願いします。ということで、また